又吉さん、俳句に、はい、興味持たれたっていうのは何かきっかけあるんでしょうか？俳句はもう最初から興味あったんですけど、はい、学生時代からなんかスッと分かるものと、なかなか知ってる言葉なんですけど理解できないやつがあって、で句集とか買うのも好きで見るんですけど、半分以上なんかよく分からないというか、何個かあこれは俺はもう分かった好きやとかあったんですけど、その分かりたいなとはずっと思ってたんですよ。でそれでお話をいただいて、で今回やらせてもらったんですけど、お話をいただいたのが2年前になるってことですか？そうですね、2年ぐらい前ですかね。はい、で弟子入りといいますか。そうですね、はい、いろいろと、はい、どういう作業になっていったりしたんでしょうか？どういう生徒さんだったんでしょうか？まずその俳句の基本ですね、はい、俳句の基本、五七五っていう型から、季語、あと切れ字、やっかなけりっていうね、俳句独特の切れ字を又吉さんにこうお伝えするっていう、そういうところから始まりましたね。はい、で優秀な、本当に優秀な生徒さんで、なんだろうな、本当に楽でしたね。楽、はい、先生役としてはすごく楽で、はい、吸収してくれるのがすごく早くて、1言ったらもう10理解してくれるので、はい、いや、そんなことないと思う。いや、芸人のセンスみたいな、何かそんな感じが感じられたってことでしょうか？そうですね、その芸人さんのセンスもあるだろうし、やっぱり読書家ですから、もともとそのボキャブラリーが多くて、それがすごくやっぱり俳句を作る時にも、俳句をこう読む時にでも役に立ってるのかなと思いますね。先生から見て俳句と芸人とどっちがセンスがあると思いますか？またいや、どちらもセンスはあると思います、ね、答えにくいですよね答えにくいと思いますね。なんか又吉さんのこの一つっていうか、なんか作品でこれってご紹介できるのってどうでしょうね。どうでしょうね。消しゴムとかの句が、はい、ああ、そうですね、うん、どんなんでしたっけ本当に作ったんですか？本に載ってる。ちょっと本に載ってる。忘れました。大丈夫ですか？ちゃんと僕自分で作りましたからね。はい、盗作ではないですね。盗作とかないです。これ僕の実体験から来てる句ですから、はい、あれは何回目ぐらいですかね？結構中盤ですかね？結構中盤かな。何個ぐらい作ってるんですか今まで？毎回1句作ってて、で全部で9回やるんですかね。あ、10回やって、でその途中に区会とか銀行とかでは、何句か作ってるってこと。これこの中だけでも僕が多分、20句近く作ってますよね。あ、もっと作ってるか、うん、一番最後にそれぞれの月で1句ずつも作ってるんで、だいぶ作ってるんですけど、ちょっと消しゴムを、ちょっと待ってください、ね、まだ見つかんない乗ってます。本当にそれ乗ってます、乗ってます。ね、大体は分かってるんですよ、はい、でもそんな長いもんじゃないですよね。そう、前ですね。前ですか？俳句ってそんな長いもんでしたっけ？消しゴムと、いや、ちょっと間違ったらあれなんで、あ、そうですね、ちょっと正確にね、お伝えしたいんで。そうですね。どういう時にこう作ろうと思って作るわけですか？それともポッと浮かんでくるんですか？いや、やっぱり僕はまだ初心者なんで、作ろうと思っていろいろ考えて、で歳時期持って季語をこう探しながら街歩きながら作るっていう感じです。なんかこれはバーンありました。あ、出てきた。はい、じゃあ、はい、発表します。はい、あ、ありました、爪切りと消しゴム競う S 五六ですね。爪切りと消しゴム競う S 五六。はい、その心は？その心を謎かけやったつもりなかった。まあ、これは子供の頃とかに家で、自分の家でなんか紙で父親とかがこうすごろくみたいな作ってくれて、市販のものではなくて、で
こうサイコロだけあってであとこう自分代わりに市販のものやったら人型の何かあるじゃないですかそれを動かすみたいなそれを爪切りとか消しゴムを代用品としてやってたっていう思い出をもとに作りましたこれは深いですね このなんかこうビットいいとこやっぱり、消しゴムと、はい、爪切りをそのすごろくの駒の代用品にしたっていうところがすごく徘徊味があるっていうか、うん、そこに惹かれましたね。で、すごろくが新年の季語なんですけども、はい、その新年のめでたい席っていうか場所で、そういうちょっと俗なものですよね、消しゴムとかっていうのは、うん、それをこう俳句に取り入れるっていうのは非常に何だろうな、又吉さんのその俳句の心っていうのはにじみ出てる句だなっていうふうな感じがしましたね。だからお正月にすごろくやってて、でそこでこう爪切りと消しゴム使ってるってことはなんとなく僕の実家の雰囲気が見えてくると、まあ、金持ちではないことは確かやなというかなんかそういうのをこう想像してもらえれば、うん、はい、先生絶対お笑いより俳句の方がセンスあると思ってるでしょ。いやいや、どっちもセンスあると答えにくいと思いますけど深いですね、でもね、確かに。いやいや、そんな全然あれなんですけど、はい、難しいですか、私、はい、お笑いとどっちが難しいですか、俳句作る。それぞれに違いはあるんですけど、俳句はまず基本的なルールがあるんで、それさえ覚えればすごく楽しいですよね。そうですね、はい、うん、作るにも読み解くにもルールがやっぱり覚えてないとなかなかね、うん、できないものなんで、はい、はい、俳人になるんですか。俳人に、いやいや、俳句はやっぱり作っていきたいですけど、触、うん、れていきたいですけど、俳人になろうと思ってなれるもんじゃなかなかないんで、うん、そうでも、まあ、何十年もやり続けてっていうことですかね、うん。